と30分ぐらいなんですけど、配信今メイクをしてて、途中でメイクが全然進まないので、2時間ぐらいメイクしてたんですけど、メイクが全然進まなくて、配信でやってみようって思って、この後もメイクをして外に行ってるんですけど、それまでに30分ぐらいでメイクを終わらせたい。髪きれい、本当に今からアイロンしようって言ってた。ちょうどオーディで聞いてるところでした。オーディで放送、昨日放送され、おととい放送されたエッサコエサ NGT48 のエッサコエサレディオの完全版が昨日公開されて、私も今日午前中聞いてたんですけど、1時間20分ぐらいかな、1時間20分ぐらいあったと思うんですけど、すごい、あれでも収録時間3時間あったから、前回のオーディ1時間と今回の1時間ちょっとで、あれでも削ってるのかな、ちょっと本当に喋りすぎて記憶ないんですけど、でも割とオーディはそのまま、言い間違いとかもそのまま放送されるぐらいなので、結構ねそのまま放送されてたんですけど、思い出エピソードの内容が話がまとまってなすぎて、なんか事前にこれとこれとこれの思い出話そうっていうのは決めてたんですけど、いざ話してみると意外となんか時系列がしっかり覚えてなかったりして、めっちゃぐちゃぐちゃなトークになっちゃって、だから一回聞いただけじゃもしかしたら理解できないかもしれない。そう、一つの話に対して私たち夢なとにゃにゃって、本当にどんどん話を広げていくんですよ、一つのくだらない話題で。本当に話広げる天才なんじゃないかって思うぐらい こんにちは。6割ぐらいは聞いたよ、ね、そんなに仕事中に聞いてたら全部聞けない、お昼休憩に聞こうとか言っても聞き終わらないぐらいの長さ。確かに家族の話がたくさん本当ですよね。特にさ、お互い全員の家族には許可取ってないんだけどさ、すごい家族の話たくさんしちゃった。本当に聞いた方は分かると思うんですけど、もう今となっては家族ぐるみで仲良くて、夢のママにも会ったことあるし、ご飯も食べ行ったし、カフェ行ったし、ゆな子のママとも会ったことあって、お泊りもしたし、実家にも行ったし、アイナのお父さんお母さんはもうずっとね、中学生ぐらいとかお世話になっててちょこちょこ会ったりしたけど、そう初めて実家にも泊まりに行って、初めてが夢ゆなも一緒に、夢ゆにゃにゃで4人でアイナの実家に泊まりに行って、個人的にはアポなしでアイニャの家と突撃したのもらったいやー、そう、もともとね、詳しく話すと、もともと4人で遊ぼうって言ってて、遊んでて遊ぶ約束を前日に決めて、次の日どこどこ行こうって決めてたんだけど、夢ゆなと私は3人で一緒に行って、アイナはもう卒業したから別々で合流っていう感じだったんですけど、夢ゆなと私はキャリーを持ってたんですよ。で、夢ゆなはその日普通に新潟に帰る予定だったのかな、まあ、でもお出かけするのにキャリーが邪魔だから、キャリーケースを
コインロッカーに預けようってなったんですけど、私はもともと実家に帰ることもできたんですけど、自分のなんかどうせ遊ぶなら愛南家の方面行くなら愛南家泊まれたらいいなって勝手にね勝手に思って、まあ、泊まれなかったら泊まれなかったで、まあキャリー持って実家帰ればいいやぐらいの感じでいたんだけど、私って結構そうなんですよ。オッケーかダメか分からない時に賭けをしちゃうんです。きっと大丈夫なはずって思って直前に聞くっていう全然よくない癖で、夢ゆながもう新潟帰る予定だったからキャリーをコインロッカーに預けようってなって、預けようとしてる最中に思いついたんです。私だけじゃなくて夢ゆなも愛南家泊まればいいんじゃないって、まだ愛南に確認取ってないけどでそれを言ったら夢ゆなが一回キャリーケースを中にしまったのに取り出して、まだお金払ってなかったから取り出せたんですけど、取り出してまだアポ取ってない愛南家に泊まれるっていう確率を信じてアイナと合流しに電車に乗ったんですけど、電車の中で夢ゆなに私もまだアイナんち行ったことないんだよねって言う告白をしたら、夢ゆながびっくりして、そうなの、じゃあ行けるか分かんないじゃんみたいな、そうだよ行けるか分かんないよって言ってでも行けるって信じてるみたいな、でその電車で LINE した、確かアイナ今日泊まっていいって、やけど気をつけます、最近でもこの色慣れてきたの、チャレンジャーというよりも失礼極まりないでもアイナのパパとママなら許してくれるかな思ったのかな、わかんない、その時の自分の心情わかんない、怖く怖い、なんでいけると思ったんだろう。あ違うわ、電車の中でじゃないわ、直接会ってから話したんだ。アイナ4人で合流して普通に遊んでてお昼ご飯食べてる時に、今日アイナんち泊まりたいだよねみたいな話して、その場でアイナがおばあちゃんちならいいかもしれないみたいな感じでおばあちゃんに電話してくれて一旦おばあちゃんち OK ってなったんだけど、結局いろいろおばあちゃんとアイナのママが話したところ、やっぱりおばあちゃんちじゃなくてアイナの実家来ていいよってなったんだ。すごい迷惑なお友達みたいななってたかもしれない。でもアイナのママが好きだっていうソーセージ、このぶっといソーセージ網のと生チョコのお菓子を差し入れで買ってきました。こんにちは。推しの配信最高やね。私の配信いつぶりですか？めっちゃ最近できてなくてごめんね。なんか肌加工めっちゃ強くなってない？さすが長年の信頼関係の積み重ねですかねなんだろう。でも愛菜のパパとママに会いたくて、卒業してからも全然会える機会なかったから、それもあったと思う。で結局快く愛菜の家に泊まっていいよってことになって、
駅までずうずうしく迎え来てもらって、しかもずうずうしく温泉行きたいって言って温泉までパパに連れてってもらって、パパは温泉入るわけじゃないけど、夢なと私を車で置いてまた帰る時になったら連絡してって言って迎え来てくれるってことになって、なんか本当にあやなのお父さんのことパパだと思ってた。かもしれない。でもまだね、私の実家にはゆめいな来たことなくて、実家は誰も言わないわ。おばあちゃん家なら全然ウェルカムなんですけど、私もなので今度ね、ゆめゆなとあいな連れておばあちゃん家にお泊まりしたいと思います。アイニャの部屋でみんなで、ほぼアイニャの部屋で過ごしました。すごいアイナのグッズがたくさん飾ってあって、もともとなんかアイナが NGT として活動して新潟にいた頃、そのアイナのグッズを置いてった部屋だったのかな。だからアイナの自分の部屋にアイナのグッズがめっちゃあって可愛かった。そこで夜中の朝、アイナのパパがドーナツ買ってきてくれて、夜中4人で12時過ぎにドーナツを食べました。ギフトありがとうございます。初めてのツーショット楽しみです。楽しみ。ツーショット9月4日にやっと、7月31日本当は初日だった7月31日のツーショットの振り返りがあります。髪の毛終わった。23日以来結構だ。9月はもっと配信できたらいいなって思ってます。こんにちは、お久しぶりです。アイニャパパ優しいなって、本当に優しいんです。でも夢なの、本当にアイナのお父さんお母さんにもそうだし、夢なの両親にもすごい実家にいたりお世話になってるので、今度お礼しなきゃ、パパとママを連れて。でもそのお礼を、お礼って言ったらなんかあれだけど、この前そう夢なのお母さんにお世話になったから、ご両親のお世話になったからって言って、この前私の両親が来た時に夢なを連れてご飯行ったんですよ。ラジオでも話してたけど、でそのご飯の前が VR ガーデンに行ってきたんです。ゆなこと私のママとパパと私で、謎面でゆなこ私のさ両親と初対面なのにさ、あの VR ガーデンのあのバンダイシティの2階バスセンターの2階で初めて対面して、初めましてって言って、それですぐ5分後ぐらいに VR ガーデン、4人で VR ガーデンみたいな、よくわからないよくわからないけど、もうすごい仲良しです、家族ぐるみで。初対面で VR ガーデンってさ
ごいよね。パパが行きたいって言ってて、私がそのオフィシャルサポーターをやってるのを見て楽しそうって言ってやりたいって言ってたんですけど、4人までできるやつだったから、家族3人で行くのもなんかやだなって思って、ゆなこパパが VR ガーデン行きたいって言ってんだけど、ゆなこも行くみたいな言ったら、え行きたいみたいな、しかもそれ行くって聞いたの私とゆめとゆなこ3人のグループで聞いちゃって、ゆめがえ私仕事で行けないんだけどみたいな、もういい知らないみたいなふざけて、でも結局その後夢が仕事終わってから合流して4人でご飯食べに行きました。どんな服装するのかな。9月19日中ちょっと生かました。そうなんです、そう19日の花部完売が出たみたいで、花部は最後の部かな。ありがとうございます。なんかこの前のさ東京でのツーショットも結構人来てくれて、たくさんの人が来てくださって、当日券使えない分もあったんですけど、すっごいたくさん来てくれて、やっぱたくさん来てくれるとすごい嬉しいし楽しいし、もうずっと幸せなんですよ。やっぱいないと寂しいなってなるんですけど、当たり前に。だからずっと列が続いてるのがすごい嬉しかった。久しぶりにその喜びを感じた。懐かしくなった。てかツーショット会リアルイベントが再開したのめちゃくちゃ嬉しくないですか。改めて2年やってなかったんですよね。2年以上やってなかったリアルイベントがついに、やっぱ劇場とかでさ直接会ってはいたけど、やっぱ劇場ってお話できないじゃないですか。お見送りも今声出すの禁止になってるし、だからなんか久しぶりに聞く声のファンの方とかいて、あこんな声だったなとか思ったりして、でも初めての方も意外といてくれて、それがすごい嬉しかったです。どんな服装しようかな。その日は私服としか言ってなかったんですけど、初日だったから、どうしよう、これから買います、買わなきゃ。でもさ季節大釜なんですけど、会場がエアコンなくてめっちゃ暑くて、多分9月も余裕で暑いと思うんですよね。4日も考えて、ちょっと生地薄い服で行きたい。結構危ないぐらい暑かったと思うんだけど、ちょっとねメンバー小型扇風機片手にやってたんですけど、どうしようかな、どんな服着たらいいかな。まつげやるだけでメイクがすごい完成する。めっちゃ嬉しい。19日ライブイベ3年ぶりに参加し、3年ぶりって相当じゃない。
でも確かにもう4年ぶりに会いに来ましたとか言う人もいたな。やっぱさ、リアルに会えるのが嬉しいですよね。リアルに会えるなら行こうって思う方もたくさん多分いるんだろうな。たくさんオンラインは行かなかったけど、かわいい、ありがとうございます。メイク進んでるわ、配信初めて正解。かき氷とか食べた。そう、会場にかき氷があったのはマジで湧きました。やっぱ暑いからね、すごいね、助かってた。かき氷助けられてた。10日の公演楽しみにしてます。そうだ、私久々に公演できるんです。9月10日にサマーイなんだっけ、サマーイベントみたいな、サマーグッズ、夏に発売されたサマーグッズの特典で、抽選で当たった方の入れる公演かな。配信もあるのかな、ないのかな、どうなのかな。楽しみ。セトリとかまだ全然わかんないんですけど、とにかく公園に立てるのが嬉しくて、私はもう嬉しいです。泣くほど嬉しいです。早く公演したい。公演したいってずっと言い続けてるんですけど、なかなかできなくて。おしゃべり会じゃない、ツーショット会でも直接会って、早く公演見たいっていうさ、お言葉をたくさんいただいて、すごい申し訳ない気持ちになった。そう、久しぶり。いい扇風機持っていきます。扇風機割と必須かもしれない、ツーショット会。待ってるよって、ありがとう。家にはお声がないと苦手にいけません。私だってさ、そうだよね、6月末だもん最後。ありえない、本当に本当に最低、ごめんなさい。本当に最低っていうか、本当に申し訳ない気持ち。たまや花火だ、花火。え、このギフトずっと花火だったの、何かと思ってた。花火って今認識した。ハートたくさんありがとうございます。メイクが終わった。
そうだ、昨日じゃない一昨日からツアーのね、千葉公演、埼玉公演のツアーの一般販売か始まったんですけど、それと同時に発表されたことがあって、埼玉公演の昼夜どっちも各昼夜1回ずつで、私の指スケボーって言って、こういう、あ、これこれはちょっとでかいけど、こんな感じで本当に指サイズの、もっと小さいこういうスケボー、これファンの方が作ってくれたやつ、スケボーのサイズで、本当にねタイヤがコロコロって転がる、指でくるって遊べる指スケボーっていうのがあるんですけど、それを私がデザインしたものをファンの方に昼夜各1名ずつ合計2つプレゼントするんですけど、どうプレゼントするかは私もちょっとまだね分かってないんですけど、投げたりするのかな、それか抽選かな、そう、それがあるんですよ。めちゃくちゃ楽しみ。そう、指すけど小さいんですよ。スケボーでも埼玉公演で、地元の埼玉公演でそうやって特別に、ね、やってもらえてすごい嬉しい、ありがたいです。でも私も本当にね楽しみで、埼玉の公演が地元で公演できるなんて、ツアーできるなんて本当にもう夢にも思ってなかったぐらいなので、友達にもねちょっと声かけたいし、来てくれるっていう子もね、いっぱい販売で申し込んだよって子もいたりして、すごく楽しみです。タルマありがとうございます。そう、めちゃくちゃ楽しみ、友達がうちわ作って見に来るって言ってどんなうちわがいいって今話してて、嬉しい。当たるかな、一般当たるよね、当たるよねって私が言うの前だけど、どう思います、ファンの方からして、一般で女性枠なんですけど当たると思います、当たると思う、だよねだよねだよね、よかった。そういうのファンの人の方が詳しいからさ、楽しみ楽しみ、スタッフさんに回しとこう。いやー、それも考えたんですけど私埼玉の地元出身なんで、やっぱ友達絶対入れてくださいって言おうか考えたんですけど、なんか、ちゃんと応募してもらうことにしました。関係者席遠いと思うんだよね、もし入れたとしても。だったら一般で女性枠で当ててもらったらいいなと思って。友達もすごいファンの方に紛れていくって言ってるので、わかんないと思う、うちは持ってるって言うし。終わった、準備終わった、やっぱさ急いでメイク、あ、眉毛描くの忘れてた。
みーちゃんの友達さん当たりますよね、優しい。でもみんなが当たるって言ってたよって言っとくね。ファンの人が言ってたのは間違いない、みんな慣れてるから。そういうの、でも渋谷の公園見てる感じがして女性枠ね当たりそうな気がする。ファンの方は皆さんもちろん昼夜公演見てくださって、見に来てくださるということで、ぜひ昼夜見に来てほしいな。トレーニャー、うちはトレーニャーグッズ、トレーニャーサイリウムがいっぱいいっぱいあったら、いっぱい見れたらすごい嬉しいなって思ってます。お腹すいた、花火花火見えた今、花火ありがとう。あ、タワーだ、これは消えないタワーだ、すごい花火タワー、ありがとうございます。すっごい大きかったもんだって今、ありがとう。紫じゃん、しかもレイニアカラーじゃん、ありがとうございます。久々に見たタワー、ここにある、ありがとう。嬉しい、なんで今だって思った、嬉しい、ありがとうございます。普通に花火かと思って花火だって思ったら、熊花火タワー、花火の季節か、花火でも長岡花火は割と1ヶ月前かも、もう1ヶ月経つんだ、行けなかった長岡花火の日から。今だって、え、すごいフェニックスみたいな、長岡花火行きたかった、私が長岡花火行けなかったから花火を見れてくれたんだね、ありがとう。お家で YouTube 配信をさ見てさ、あのチケット撮ってたけど行けなかったんですよ。お家で一人しくしく生配信を見て、はあ、生だったらもっと綺麗だったんだろうなって思って、そう生で見たい気持ちがもう強かったから YouTube で見てもちょっとああって感じで気持ち上がらなくて、でも結局気づいたら最後まで見てて2時間弱ぐらいやったのかな、結局ずっと流してたテレビで YouTube から、本当にそれだけ行きたかったんだって思って、絶対来年は行ってやる。ひゅーばー、来年はみんなで行こうね、花火大会約束、絶対に一番いい席で、2万1000円のいい席で、お願いします。でも私が当たってたのは3000円の席と1000円の席でした。最近流行りのメイクキープミスト、ということでそろそろ配信終わりにしたいと思います。メイクが崩れないやつ、花火のポーズスクショして終わります。
これスクショしたら花火みたいに丸くなってんじゃない。はい、ということでありがとうございます。ランキング読んで終わります。いきなりでごめんね、ちょっと意外と時間がないことに気づいた。13位ジョンさん、12位トラキチさん、11位いつかの少年さん、10位ヒンジさん、9位花さん、18位いのちんさん、7位マッツンさん、6位ミスターさん、5位ぬっくんさん、4位マス先生、3位竹めぐさん、2位赤シャチさん、そして第1位しゅうちゃん、ありがとうございました。たまやありがとうございます。バイバーイ。ごめんね、急に終わろうとしちゃって。ありがとうございました。タワーもありがとう。バイバーイ。